こんにちは、アマゾンシサポー,ター堀秀です今日はめんどくさいことをやると。オーストラーアマゾン。まあ、単純転売でもう1億円弱売り上げてる会員さんもいるんですが、まあね、スピードが非常に重要で、まあ、通常のスピードだとね、さすがに単純転売で1億円弱が厳しいと思います。そうすると、有効なのは面倒なことをやる。 これはね、手が遅い人、あんま時間取れない人でもコツコツやれば成果出るっておすすめなんですけど、まあ、面倒なことでいくつか、ね、面倒なこといくつかあるんですけど、その中の一つ、カタログ作成、ね。カタログ作成についてね、えー、説明を聞きたいというリクエストがありましたんで、カタログ作成のメリット、デメリットをお話します。まあ、メリットは、なんといってもね、日本やアメリカで売れてるのに、オーストラリアマゾンにカタログが大消費を販売できると。 まあこれ本当いくらでもあります。まだまだオーストラーアマゾンカタログ少ないんでね。まあどう考えてもこれ出しゃ売れるのにカタログないんだなって商品はちょいちょいありますんで、そういう商品が販売できると。で、デメリットはね、まあ手間かかるめんどくさいというのが一番のデメリットなんですけど、まあそんなデメリットを吹き飛ばすようなね、えー、バグとしか考えられないメリットが発生中です。これね、何件か相談を受けてどういうことなのかなと思ったんですけどね。おそらく まあ、カタログ作成基準、カタログを作成できる人の基準が変わったときにね、まあ、その要素を盛り込んだのかなという感じなんですけど、まあ、何しろ今ね、えー、カタログ作成しないと損というようなね、メリット発生しています。これ言ってしまうとね、えー、まあ、ちょっと、サポートを受けてる会員さんだけにメリットを味わってほしいんで、まあ、非公開の 記事の方でどういう風にやってカタログ作って今こういう状態になっているというのを解説したいと思いますこの動画のチャンネル登録あるいはねメルマガ登録していただくとこの会員限定の情報なんかもねちょっと小出しにすることもありますのでよかったら登録してみてくださいカタログ作成現在バグとしか考えられないメリットが発生中です